やばそう。やばいなこれ。ちょうど潮目になってる。ここ潮目だな。うん。全然色が違うもん。ブリちゃん現れて。ブリちゃん。今日はブリの日だな。うん。お？マジ？なんだこれ。重い？重っ。タコ？重いけど。引かない？あ、なんか引いてるわ。あ、タワモノだなこれ。マジ？違うか。あ、だんだん重たくなってる。お？根掛かりか？あ、根掛かりだ。失礼しました。来た？おーおーおお。ブリだブリ。いや軽い軽い。軽い。何ですか？お、アジだ。お、ぶっこ抜くし。ぶっこ抜いちゃった。アジ引っ掛けるってすごいな。よう、アジ引っ掛けるな。はい。でかい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 。お、いや、これ青物来た。え、いやいや、え、いや走ってるよ。わ、タイだ。あ、タモちょうだい、タモ。タイタイタイ。やばいやばい。おお、ラッキー。おー、ナイスナイス。イエーイ。すげえ。サンキュー。お父さんついてんじゃない？バレた。バレた。お父さんバレた？やっぱついてたしあれ。あら。おー、危ねえ。あざーす。初めてジグでタイ釣ったわ。これやばいんじゃない？やばいんじゃないこれ。落ちるよ。やばい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 、絶対やばいよこれ。おお、やばい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 。横波じゃ、横で受けちゃダメだよあれ。大丈夫だよ。怖っ。見掛かり？これは女の手じゃないんだ。何あれ。
茶色いな。さっきは南に流れてたの。やばい、ゴミ拾いだ。やばいやばいやばい。潮目だから潮の向きが違うんですよ。そういうことか。ぶつかってんのか。そこでぶつかってるから。なるほどね。向きが変わるっていうのは。アマゾン川って。アマゾン川だよ。うんこした？うんこ。うんこ流しちゃダメだよ。いや、穏やかだこっちの方。マジ？マジ。何やって？なんかね、太った。でかい？味的な？でも、あ、本当だ。暴れねえな。ピョコピョコって言ってるね。なんか味っぽい気がする。味の参考のか。ね。いなくなった。あら。バレた。あらら。バレた。こんなとこでバレていいのかい？あ、いるじゃん。カサゴだ。あ、違う。あ、こいつだ。トラギスか。久しぶりに。こちら。お、お。これは本物だ。おお。アジか？いや、とりあえずブリってことにしとこう、今んとこ。おい、ブリがあったの。僕はね、君たちと釣りがやれることがね、何よりの楽しみなの。釣れなきゃ釣れないで、文句言うくせに。俺はそう言ってあげると刺激になんねえだろ。父さんはいつも怒んないよって。そんなお前燃料かかってんだって言われないと。あ、なんか青物っぽいぞ。アジだ。あ、サバ。サバ？アジだ。アジ。でか。あ、出ちゃった。はい。はい、A さん Q で、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 お、あげるよ、こっち絡まんない。出た、横着。出た、横着。横着ナンバーワン。これで釣らせろとか言うからなんかいるんだな。じゃあだってさ、ベイトがいい反応してんじゃん。そうね、これベイトだよ。お、お、お、タイじゃん。タイだ、タイじゃん。うぃー、おー、ナイスタイ。タイ2匹。はい、チーズ。そう、あともう一丁。それでは、え、あ、引いてんじゃん、引いてんじゃん、引いてるよ。トーニャンに来たな、魚。トーニャンやるやん。それタイじゃないの？なんだ。あ、でも魚いない？下に。え？あー、葉っぱ。ああ、魚いないじゃん。赤目だよね。袋、ビニール袋。よし。
よし、じゃあコメント返し行こうかな。いつも拝見してます。逃した魚が気になります。私も2月4日に猿島走り水のコースでコマセ釣りに行きました。猿島ではホウボウとミニカサゴ程度でしたが、走り水では、尺アジと40オーバーのアジ、カンサバという釣果でした。釣り畑さんの大物との格闘には至らなかったですが、レジャーボート釣りを始めて2ヶ月目でようやくの釣果に巡り合えたので、これからも参考にさせていただきます。プレジャーボートの釣りは動画で見るよりも大変ですよね。これからも楽しみに拝見させていただきます。ありがとうございます。プレジャーボート釣りに始めて2ヶ月でこの釣果って結構すごいよね。うちらはレンタルボート時代を入れるとほぼ坊主の、ま、なんか毎週坊主だったような気がする。まあ、そのポイントを覚えるっていうことはかなり大事ですけど、まあ、それ以前に潮の流れとかね、この時期どこで釣れるかっていうところも全然時期によって変わってくるので、この動画が役に立てば幸いです。チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。このサビ取り剤、飼料が復活するその薬剤、なんという薬剤なんでしょうか。気になってます。よろしくお願いします。これがですね、薬品名はちょっとわからないんですけど、 D マリーナのあんちゃん曰くなんか簡単に手に入りそうな感じのことを言ってたんで、もしかしたらホームセンターに売ってるかもしれないです。すいません、ちょっと薬品名がね、わかんないですね。釣り途中の GPS 速度を見て潮流れがほとんどないみたいだったので、まあ、台には向かない日だったのかもしれませんね。トラブルが大事でなくて安心しました。ありがとうございます。優しいコメント。この日は風がちょっと出てたのかな。それで船外機を風上に向けてバックに入れながら、釣りをしてたんですけど、風流れがね早いとラインもね流されて船外機に巻き込むっていうのがよくあるトラブルですね。でこの時もまさにそれで絡まっちゃいました。もう多分この3年間で5、6回ぐらいやってるような気がします。ちょうどひじまるさんもペラにライン絡ませたトラブルの動画出してましたね。あるあるなトラブルですが、シールは大丈夫でしたか。一度外して確認をお勧めします。そうですね、これだいたいオイル交換するときに、まあ、合わせて確認するようにしてるんですけど、目視確認だと詰まってなかったと思われるので多分大丈夫な気がしてます。強風の中での釣行お疲れ様です。出船時に風が強いとなぜか萎えます。でも港内よりも沖の方が穏やかなんですかね。不思議です。春は臨検の季節と聞きます。新人研修の一環だとかいう理由でやたらとプレジャーボートに対して来るようです。何も問題はないですが、バンバン釣れてる時に来られると困りますね。お気をつけください。まだまだのっこみは続くと思いますので楽しみにしています。いやほんとね、臨検には逆らえないですからね。その時に爆釣ものだったら本当困りますね。未だに大抜きでマダイ釣れまくってますもんね。今日もこの日ね、第3海堡と浦賀沖でマダイ2匹あげてるんで、まだまだ釣れそうですね。釣りではないんですね。竹岡で釣り畑さんの横でメンバーが釣りしていたと言ってましたよ。おお、そうなんですね。なんか意外と見てくれてる人が多いってことに最近気づき始めました。沖合で声かけられることもあるので、もし見かけたらぜひお願いします。操船がなかなか上手ですね。私はよく仙台湾大型魚礁経由で金華山沖までは釣行しますね。あ、仙台で釣りしてみたいな。仙台の釣り物って何がメインなんですかね。ぜひ乗船させていただけるとありがたいです。釣果アップ間違いない。しかしながらこのような先進的なものを見ると時代の進化と自分の体感を感じます。いつも面白いコメントですね。まあ、こういうテクノロジーも駆使してやる釣りもね、なかなか面白いですね。釣りシーズン到来ですね。みんなで一緒にワイワイやるのは楽しみです。ほんとそうですね。夏がね一番気持ちいいですね。やっぱりノンアルコールビール持って、あっちあっちの中汗だらだらかきながら釣りするのが僕は好きです。こんにちは、深山
21.5 フィートの船なら1から 1.5 くらいのうねりの中45度の角度で侵入しても3000回転航行できました。びくともしませんよ。さすがに3500回転にした時はペラが抜けましたが、宮山船原型はヤンマーの作りに乗っていますが、停船時釣りをしている時に波が船内に入ってくると釣りをやめて帰ります。ただし20分以内に帰れるところですけどね。この頃体力的早めに帰りますけど、船を後ろから見て V 字型の船は波越えの時に叩くことありませんね。買い替えの時は V 字型の船を検討してみてはどうでしょうか。ほうほうほう、 21.5 フィートで1から 1.5 くらいのうねりの中45度の角度で侵入してもびくともしないってすごいですね。結構 1.5 っていう波の高さはね、怖い高さだと思うんですけど、まあ、自分の勝手な希望としては YFR24 はやっぱ乗ってみたいですね。走行距離2000キロ、5日間、フェリーで行く九州ツーリングデイ1、横浜から大阪南港の動画のコメント。釣り畑さん、ゴールデンウィーク大阪通過されてたんですね。阪神高速大和川線かなの見慣れた景色が映っててびっくりしました。九州旅行気をつけて楽しんできてください。ありがとうございます。大阪は結構ツーリングで寄ったりします。緑のバイク見かけたらよろしくお願いします。私も再来週5泊の予定で岡山から北信越行きます。野尻湖でスモールマウスバスやるのと立山行きたい以外は今のところノープランにしています。ビーナスラインとか行きたいけど天気見て決めようかなと。いや絶対ね、長野行ったらビーナスライン行った方がいいと思いますね。まあただ天候次第ですけどね、結構山の天気変わりやすいので、行く際はくれぐれも気をつけていってらっしゃいませ。あまり無理せず楽しんでください。操縦技術が…波には正面に捉えてやや斜めにし…お？何これ、魚じゃん。うんうん、それ食べれないよ。うわ、波には正面に捉えてやや斜めに侵入することを習ったはずです。並走は危険です。ずっと横波をもらい続けることになります。そうっすね、これね、頭で分かっててもなかなかねうまくいかんとですよ。このコメントをねちょっと頭に入れながらきちんと波に逆らわずに操船できるようになりたいと思います。返せてないコメントもいろいろあるとは思うんですけど、動画でもきちんとコメント返ししていければと思ってるので、これからもバンバンコメントいただけるとありがたいです。はい、こうちゃん頑張れ。こうちゃん。あら、根掛かり。ここ。ここすごいな、根掛かり。